どうも、至極カタカです。この日はとても暑くて、ビールでも飲みたいなと、そんな気分になりました。お店に来てみたものの、あまりにビールの種類が多すぎて、どのビールが僕の舌に合ってるんだろうと、わからないままただ見つめていた時に、一つ思ったことがありました。缶を開けた時、一番いい音がするのはどのビールなんだろう。開発者のこだわりは缶のデザイン、開け心地、開けた時のあのプシュッという音、細部にまで行き渡っているに違いない。検証してみよう。今回の検証では、業界動向サーチ .com 調べから、ビール業界売上高ランキング2020年上位4社のそれぞれ看板ビールで検証を行ってみたいと思う。缶を開けた時のあの音だけでもううまいって言いたいんですよね。エントリーナンバーワン、新辛口生スーパードライ。こだわり抜かれた新パッケージはこれからの時代に必要なものだけを継承。磨き抜かれたシンプルなデザインは美味しい音を鳴らすことができるのか。36年目のオールドルーキー、新スーパードライ。エントリーナンバーツー、キリン一番搾り。一番搾りらしさを追求し、10回以上パッケージデザインを変えてきた。その缶はどんな音を鳴らすのか。美味しさを世界へ、キリン一番搾り。エントリーナンバー3、ザ・プレミアムモルツ。神谷はリッチ製法、ダブルデコクション製法、アロマリッチホッピング製法。こだわりの製法は缶にまで行き届いているのか。天然水生ビール、ザ・プレミアムモルツ。エントリーナンバー4、札幌生ビール黒ラベル。誕生から45年、さらなる高みを目指す黒ラベル。長年愛されるには美しい音色の秘密があるのか。乾杯をもっと美味しく、黒ラベル。はい、ではエントリーナンバーワンの、新スーパードライからちょっと聞いていきましょう。まあ言うなら、今回のまあ基準点になる音ですからね。聞いていきましょう。なるほど。まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、この音が、まあ、基準になる。そう考えて、良さそうですよね。はい、2番手は一番搾りということで、まあ、2番手なんで、
一番手の新スーパードライよりも、まあ多少はリラックスしているような、そんな雰囲気が感じ取れます。音はどうでしょう。はあ、こう聞いてみると違いますね。新スーパードライはなんかシュッっていう音だったと思うんですけど、こっちの一番絞りの方がなんかプシュッという音に近い気がします。はい、それでは続いてが、プレミアムモルツ、まあ、プレモルですね。僕が初めてこう美味しいと思ったビールです。どんな音がするんでしょうか。わあ、これ似てません？さっきのあの一番絞りと炭酸が抜ける音はもうほぼ一緒に聞こえて、でもその後のあのちょっとした粘着部分を外す時の音がちょっと違いましたね。それでは最後の選手ですね、黒ラベル。最近僕がビールを飲む時はだいたい黒ラベルが多いです。それでは聞いていきましょう。うわー、サバサバしてますね。なんかこう一瞬な感じっていうか、すっごいすっきりした音で、びっくりしました。ちょっと改めて4つの音聞いてみましょう。はい、今回僕が選んだ、一番いい音、これは黒ラベルでした。決め手はやっぱりすっきりとした音ですね。もう人それぞれね、聞こえ方は違うかもしれないんですけども、僕にとっては一番美味しい音はこの黒ラベルの音でした。最後まで見てくださった方々、本当にこんな、ふざけた検証でしたけども、どうもお付き合いありがとうございました。それでは失礼いたします。